ラウンド10ロストダウン。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ福地98対92、ジャッジ山田98対92、ジャッジ中村98対93、勝者 OPBF 女子東洋太平洋ミニフライ級新チャンピオン赤コーナー藤岡。日本ボクシングコミッションより認定賞が授与されます。認定賞、女子東洋太平洋ミニフライ級チャンピオン藤岡直子殿、氷川2010年9月24日東京都においてタニタンゴーキャットジムと1回戦を行い勝利を得たのでここにチャンピオンになることを認定します。2010年9月24日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー内周報代表、おめでとう。勝ちました藤岡選手には勝利賞といたしまして、株式会社フォーリッシュ様より勝利者トロフィーが贈呈されます。
元新チャンピオンに輝きました藤岡直子選手に斉藤純平さんより勝利者インタビューです。おめでとうございます。いやー、いい試合でしたね。はい、今喋れますか。何度かちょっとマイク変わってみたいと思います。こうやって上で喋るのは初めてなんですけど、アマチュア時代から応援してくれた宮城の皆さんと東京に出てきてから、支えてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。初めましての皆さんもいると思うんで、名前を覚えて帰ってください。よろしくお願いします。先ほど下の控室で相手の選手が顔が可愛いっていうことをちょっと試合前の会話じゃないなって僕思って聞いてたんですけど、でなんか藤岡さん、私の相手いつも可愛いんですよって言ってましたね。なんかそれでなんであんな可愛いのを倒すんだみたいなこと言われちゃったと面白い話聞かせてもらってありがとうございます。それでは藤岡選手、これから皆さん応援してください。